皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。以上で、今回のクリスマス特集の動画は終わりになるんですけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、実際演奏するとなるとね、何気にところどころで難しいところがあったりとかして、うわ、今年のやつは難しいなとなった方も多いかとは思うんですけれども、まあ、ちょっとね、頑張って練習をして、ぜひマスターしていただけると嬉しいなというような感じです。まあ、去年はそのジングルベルをロックな感じで、結構シンプルにアレンジをしたじゃないですか。で、今年はもうちょっと違うことしたいななんてね、趣旨を変えるというか、ちょっと趣を変えようと、していたら、ちょっと凝ったアレンジになってしまって、少し難しい難易度になっちゃったかなと感じました。僕自身も結構難しくて、演奏苦労したところもあるんですけれども、まあ、そんな感じで、まあ、今年のホワイトクリスマスというアレンジになりましたということです。結構前からそのコーラスアレンジにしようと思ってたんですけれどもね、意外とこのコーラスのアレンジするというのが難しくて、僕自身も結構勉強になったなという感じでしたね。で、またそれを自分が歌うとなると、結構音を取るのがすごい難しくて、歌うまくなりてえなと、とにかく切実に思う今回のアレンジでございました。なんかこう、コーラスアレンジするときもね、その音の調和といいますか、結構小難しいコードを使っているから、これにこうぶつからない音使いっていうふうに意識すると、そんな選択肢がないというか、アイデア次第というか、うわ、この音どっちに持っていこうかなみたいな感じで迷うことがすごく多くて、でもまあ、なんだかんだで最終的には、僕的にはね、まとまったかなと思ってるんですけど、普通に声楽とか専攻しているようなね、専門的に学んでいる人から見たら、なんだこんなアレンジってなっちゃうかもしれないんですけども、まあ、初めてこういうのをやったにしては、まあ、僕としてはいい感じだったかなと思います。で、まあ、歌にもね、非常に興味を持って、これからもっと歌うまくなったらねんと、思った次第でございます。今回の、ね、本当は歌も取り直したいんですけどね、まあ、ちょっと時間がないので、あれで完成とさせていただきますが、僕自身ももうちょっと歌が上手くなってきたら、リベンジをしたいななんて思うところです。はい。まあ、そんな感じで、まだ2013年の12月で、今年も残り少なくなりましたけれども、まあ、楽しくクリスマスを過ごして、1年を楽しく、過ごして、1年を楽しんでいきましょうと。あと残り1ヶ月、1ヶ月もないけど。2013年、残り少ないですけど、楽しみましょうということでございます。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。今回は最後までありがとうございました。さようなら。